こんにちは、山手駅研究家の三笠玄山です。はい、今回はですね、こちらに書いているこの大和の陰陽師、その祖ですね、その陰陽師ということについてお話したいと思います。はい、この陰陽師といえばね、もう安倍の生命じゃんってなると思うんですね。生命神社、安倍の生命、京都、平安京ってね、こうなると思うんですが、実は陰陽師の祖は安倍の生命ではないんです。はい、安倍の生命っていうのは生まれたのが921年と言われています。で、それよりも226年前に、なんとこの大和平城京にね、吉備の真備というね、吉備の真備というそういう方がおられました。で、彼は、695年生まれです。なので226年前に生まれてますので、彼の方が先輩です。で、彼は何がすごいかといえば、生まれて23歳から40歳までなんと唐でね、勉強します。当時世界でナンバーワンと言われたその大きな国で、しかもね、唐の皇帝はもう儒教も道教も好きだけど仏教が大好きで、もう仏教密教っていうのがドカッと入ってね、もう駅が最先端の科学だったんですね。で、星の見方とか宿用とかいろんなことを研究している、そのメッカのところにこの20代から40代まで行かれてね、で、学ばれたことを日本に持って帰ってきて、平城京で、この陰陽寮っていうね、陰陽師がいっぱい入るところの陰陽寮っていうところでその先生をしはったんですね。だからその陰陽師を作るためのその先生です。だからもう祖なんですね。で、彼はあの中国からすごいですよ、あの例えば呉とかね、あと孫子の兵法とか、あと語学大山って言って、僕らにとって一番大事なその、まあ、結界張る時とか、その人を見る時とか、そういうのがあるんですが、で、こういうの実は四柱推命にも入ってるんですね。で、そういうのの元を全部持って帰ってきて日本に分かりやすく伝えた人なんです。だからその陰陽道っていうものが困難があって、中国ではこういう風になっててっていうのを、まあ、詳しく日本人に伝えた人ですね。だからまあそうなんです。で、この方と長寿、ちょうど同じね、時代を共にして、その遠野勢っていうね、ちょっと名前聞いたことあると思うんですけど、この人はどちらかというとね、吉野の方で、奈良のね、吉野の方で山岳信仰をしてて、山の上を登ったりとか、その飛んだりとかするすごい人だったんですけども、彼はその天皇に仕えずに自分たちで、なんていうんですかね、修行していくというタイプですね。で、この、この彼らのやってた山岳信仰とか、その原神道、神道、古神道ですね、こういうものがこの辺りからガーッとこう平城京辺りでこう、ま、なんていうか融合されていくんです。で、結果それが、まあ、京都に行ってみんなではね、安倍の生命だなんとかだってやっちゃうんですけども、実はその元を作ってたのが奈良なんですね。まあ、都がありましたから、まあ、100年の都と1000年の都ですけども、実はここで陰陽朝っていうのがあって、そこが濃い目を作ってたんですが、その後のですね、京都がちょっとやっぱ応仁の乱とかで荒れるんですね、戦とかで。だから結局京都に都があるけど、奈良でそういう濃い目を作ったりとかするという形で、意外と奈良はね、時代のその歴史の影、後ろの部分にいてたんですね。だからそういう結界法とかそういう術とかがあって、だからなんで大和駅なんですかって言われたら、こういうところをね、ずっと学べるというか体系づけて、もちろん古事記、日本書紀からなんですけども、古事記も作られたのが結局奈良の、その日枝のあれっていう人が語ったことを、ね、大野安丸が書いて奈良で作ってますから、結局古事記も日本書紀も710年、720年あたりにできてますから、こちらの時代じゃなくてこちらの時代にできてるんですね。だからそういう意味で言うと、ね、やっぱり奈良っていうのは根本的なその歴史にしても、そういう術にしても研究してた、まあ、メッカというか聖地なんですね。はい、で、その話をしながら、僕がいつも毎週こうやってる講座があるんですが、やっぱり串見玉とね、先見玉っていうのがあって、その両方をきっちり捕まえてるのが、にぎ見玉であり、で、まあ、荒見玉という荒々しい、新しいことをする行動力があるっていう荒見玉がいるんですが、みんなと今一緒に勉強してるのは、これどっちかというと合気道とかの方なので、このこっちの串見玉とか先見玉をいかに覚醒するかと、 これからの時代大事ですよねっていう。で、この串見玉を飛ばして いろんなことをね、自分の限界に挑戦してみるとか、自分の限界を超えてみるとか、
でまたそういう決壊する時にもこの櫛みたもを使おうみたいな形で、まあ消化体第三の目ですね、サードアイを磨こうということをしています。でこれを一度に説明しても多分ね膨大な量になると思うので、第1、第3日曜日、朝9時から約30分だけ毎回無料でね、この大和駅開運ズームという形で、私が講師になってもうライブでねバーッと喋っています。でとても人気があるのでもう60回ぐらい行ったかな。でこれから100回200回目指して頑張りますのでね、ぜひ何かのご縁でこの YouTube 見ていただいているので、もしよかったらこれ無料でね、招待できますから、登録だけねこの下のメルマガに入れていただいて、登録自分の名前とメルマガだけ入れていただくと、この何曜日のねその前あと水曜日とか木曜日あたりに、じゃあ今週はこの暗証番号ですみたいな形で、招待状を送りますので、ぜひそれを見てね、こういう櫛みたま、さきみたま、にぎみたま、ね、あらみたま、一礼四魂、ね、直妃とか、あとこういう人たちが、じゃあ縁の寄せが何をしたんやとかね、そういうのもね、いろいろと一緒に勉強して、みんなで開運になって、いい波動にね、開運波動になれればと思っています。はい、という形でまずこちらね、登録まだの方はぜひ今すぐちょっと登録をお願いしたいと思います。はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。